こんにちはこちらの色を先日買いましたが前に買ってありましたなので一玉を半分に分けて使うのではなくこの玉をそれぞれ使っていきます私は編み方をきっちりきつめなのですが既製品のように薄い編み地が好きなので2ミリの細い針を使っています コードの長さは八十センチ。八十センチあると。両足編みにちょうどいいです。作り目をして。下の方に。通しておきます。これを数えずに。この次から。針に。編みたい。 目数を、ま、巻きつけていきます針の向こう側から手前に1周1目です14回これを繰り返して14回巻き終わったので左側に少しずらします次のもう片方の作り目を下の針に同じようにセットして またこちら側の方も向こう側から手前にぐるぐる巻いていきます巻き終わりました糸は今のところ下にありますが針を抜いてから 上に持ってって編みます編むときはこのようにして糸を一周ぐるっとさせてから編みますマジックループなので下の針を抜いてここから編み始めます この列が靴下の先端の一番先端の段になるのでちょっと最初きついですけれどもしっかり編んでいってください。 この時に数えながら編んでいくと最後の1目まで漏らさず編めます左下に作り目のコブがまだ残ったままこの糸は寄せといて次の玉の糸で次の作り目を編みます間違えて今までの糸で編んでしまうとつながって左右がつながってしまうので そこだだけけ気をつけてくださいこちらのブルーの方の糸でもう片方を同じように続けてこの針で編んでいきます先端の親指の当たるところなのでここの幅が緩くなりすぎないようにちょっと今きついんですけれども頑張って 目を作っていきましょう。 14目編み終わりましたので針の向きを右側に回転させますそしてマジックループなので上のコードを左にスーッと引っ張っていって針をセットします この編み始めの糸を間違って編まないように寄せといて下の針を抜き出していきます最初に作った作り目の玉を 針から外します。そしてこれは編まない糸なので下に伸ばしておいて、ここから二周目の一目目を編んでいきます。一目目編めました。そして十四目全部編みます。 ここで編めたので次のののもう片方の2周目を編みますこの時に糸をまたそっちの玉で編むので右側に持ってきて先に編んだ方は右にずらして少し調節して編みやすいように針を 動くようにして、ここの最初の目作り目ですね。こぶついているのは針から抜きます。一つだけポッと抜いて解いておいてください。 この段が終わったら針をまた右にそのまま回転させますそしてマジックループなので上のコードを左に引っ張って針を編んだ目のところにセットしますこのマジックループでコードを引っ張る時に目が抜けないように気をつけてください編んだところを 指で押さえたまま針を動かすと抜けにくいです。そして下の針を今度は抜き、右側にスッと引っ張って抜いて、次の3周目を編む準備をします。なので編む糸は上にこのように上に準備しておいて、ここから3周目を1目目編んで、 えっと次から目を増やしていくので掛け目をするんですけれども3周目は掛け目をしますここからは編み帯さんの動画をご覧ください同時編みの注意点としてやはり最初の編んでる糸を間違って 続けて使っていくと繋がってしまうので、必ず2つ目の左側の糸を使って左側の方を編むようにしてください。そして編んでいくとここは？たためるようになってきます。間違ってこの最初の作り目の？ 糸はこの中にしまっていくか、短もう少し短く切って間違って編まないようにします。左右一目ずつ増やしていくので、目の数は数えながら編んだ方がいいですね。右側の靴下の手前側が一目足りなくて、強引に一目増やしたんですけど、やっぱり形が良くないので解きます。 同じサイズの針で同じところまで編み直して針の向きを変えて元の針に戻しましたよ。増し目が終わってただ編んでいく時にこっちの面なのか反対側なのか分からなくなるといけないので1番目のマーカーを目印にするか編む時にこっちここを1番目。 2番目、ひっくり返して3番目4番目1234と言いながら編んでいます。